俺の名前は石本俊樹。俺は一同組というヤクザに入り、そこの組員として生きることを決めた。その数日後、一同組ではパーティーが行われ、俺は他の組員に挨拶に回ることに。お前、石本っていうのか？はい、これからよろしくお願いします。あれは若頭候補の原山だ。お前、見るからにヤクザっぽくねえ見た目してっけど、大丈夫か？確かに、俺は身長も低めで、顔や雰囲気も優しそうだと言われる。そんな俺のことを原山は見下しているようだ。お前、年齢は？今年で35になります。あれより年上なんだ。幼く見えるから年下なのかと思ったわ。原山は俺を見ながら下品に笑う。もちろん見下されているのは面白くなかったが、言い合いになっても面倒だ。俺は愛想笑いで返した。このまま原山の元を去ろうとすると、彼は俺の腕を掴んでくる。ちょっと待てよ、せっかくだし俺と話しようぜ。仕方なく俺は原山の隣に座り、話を聞いてやることに。あれはな、生粋のワルでさ、厨房の頃から近所で喧嘩が強いって有名だったんだぜ。高校生のヤンキー10人を一人で倒したこともあったな。それはすごいですね。だろ、お前は今までどんな実績を積んできたんだ。話すまでもないかと。話せるような栄光がねってことか。見るからにお前弱そうだもんな。俺を指差しながら原山はゲラゲラと笑う。それからしばらく原山の話は続いた。おい、俺の酒がなくなってるぞ。すいません、すぐに継ぎますね。たか、ちゃんと気を利かせてくれねえと困るよ。その後、俺は酒を注がされたり、こき使われたりと、いいように使われていたが、その場の雰囲気を壊したくなかったので、おとなしく従っていた。どうやら原山は酒が入ると、さらに気が大きくなるタイプのようだ。俺が素直に従っているのをいいことに、原山はこんなことを言ってきた。お前、これから俺の奴隷君にしてやるよ。奴隷君？お前は頭のキレも悪そうだし、見るからに喧嘩も弱そうだろ。だから俺がお前のことを飼ってやるって言ってんの。原山は俺の肩に腕を回してきた。誰が奴隷になんかなるんです？ふざけたことを言わないでくれますか。俺は原山の腕を振り払い、彼の目を見てはっきりそう告げてやった。まさか俺が反論してくるとは思わなかったのだろう。原山は一瞬驚いた後、すぐに顔を真っ赤にさせた。お前、俺に逆らうなんていい度胸してんな。俺が誰なのか分かってんのか。原山さんですよね。そうじゃねえよ、俺は若頭候補なんだ。お前は目上の人間を敬うってことを知らねえのか。もちろん知ってますよ。むしろ敬意を払うべきなのはそっちだと思いますけどね。なんだと？逆上した原山は俺につかみかかってくる。そばにいた組員は止めに入ってくれたが、原山は全く聞く耳を持たない。お前はヤクザってもんを知らねえんだろ。だから若頭候補の俺にも平気で盾ついてくるんだろ。この世界のことは知っているつもりですが。バカ言うな。俺はな、10代の頃からヤクザの世界で生きてんだ。しかも俺は他のバカどもと違って頭も切れるんだよ。そうなんですね。なんだそのバカにした目は。バカにしてるのはそっちじゃないですか。実際そうだろ。俺はお前と違ってこの道長いエリートヤクザなんだぞ。お前みたいに適当に生きてきた人間と一緒にしてもらっちゃ困るんだよ。自分でエリートヤクザと名乗る原山に、俺はおかしくて吹き出しそうになってしまった。他の組員も同じだったのだろう。中には陰で笑っている組員もいた。しかし原山の方は全く気がついていない。お前は新入りヤクザなんだろ。まあ新入りであることは間違いないですね。だったら面白いもん見せてくれよ。え？面白いものって何ですか？すると原山はそばにあった酒を手に持ち、なんとそれを俺にかけてきたのだ。
他の組員は止めに入ってくれたが、原山は彼らを無視して次々と俺に酒を浴びせ続ける。さすがの俺も切れそうになっていた。何するんですか？俺が下を向いたまま尋ねると、原山はゲラゲラと笑い始める。さらにはスマホを取り出し、惨めな俺の姿を撮影し始めた。面白いもん撮れたわ。これネットにアップしちゃおっかね。原山さん、もうやめた方がいいですって。そうですよ、さすがにやりすぎです。うるせえな、俺はお前らの先輩なんだぞ。俺に逆らうって言うんだったらお前らも同じ目に合わせんぞ。原山はニヤニヤしながら組員たちに言う。組員たちも俺と同じ目に遭うのは避けたかったのか黙り込んでしまう。すると原山は酒まみれになった俺の頭に手を置いてきた。何ですか？あれはお前より立場が上の人間なんだ。もちろん分かってるよな。はあ、年上の人間にはもっと頭を下げろよ。そう言って原山は俺の頭を床に叩きつけてきた。話してくれませんか？なんだ、聞こえねえんだけど。話してくださいって言ってるんです。あんまりひどいとこっちもただじゃおかないですよ。俺は静かにこう言った。だが原山の方は手を離そうとはせず、さらに力を込めてくる。そして再び俺の頭を床に叩きつけてきた。ハムエって新入りのくせに生意気なんだな。一体今まで何してたの？社会の常識も知らねえってことは、家で親のすねかじって生きてきたとか？その手をどけろって言ってんだよ。お前耳が聞こえねえのか？は？俺の口調に原山は怒りをあらわにする。お前誰に向かって口聞いてんだ？それはこっちのセリフなんだけど、お前こそ誰に向かって口聞いてんの？他の組員たちは俺の表現ぶりに目を丸くしていた。彼らは俺がただ者ではないと悟ったのか、原山にこれ以上やめるように促す。だが原山は俺の頭から手を離そうとしなかった。これからお前は俺の奴隷ってことで決定な。俺と喋る前は頭を下げること、分かったな？本気で言ってるのか？だから俺と喋る前は頭を下げろって言っただろ。そう言って原山は再び手に力を込める。さすがにもう我慢の限界だ。俺は原山の腕を思い切り掴んでやった。なんだよ、言って。力の強さに驚いたのか、原山は声を漏らす。じゃあお前が下げろ、下っ端。俺はそう叫び、原山の髪を掴んでそのまま床に叩きつけた。顔を上げた原山はビクビクとした顔で俺を見つめてくる。まさか俺にこんな力があるとは思っていなかったのだろう。なんなんだよお前。それはこっちのセリフだ。お前こそよくもそんな舐めた真似ができたな。俺は原山に眼をつけながらこう言った。原山の方はすっかり怯えている。おい、何も言えねえのか？一体何があったんだ？すると俺たちの声を聞きつけて組長がやってきた。組長は酒まみれになった俺を見て青ざめる。おい、それ誰にやられたんだ？この原山って男にやられました。しかもこいつ、目上の人間には頭を下げろって言って俺の頭を床に叩きつけてきたんですよ。ひどいと思いませんか？俺がそう告げると組長はさらに青ざめる。お前なんてことをしてるんだ、下手したら消されるぞ。組長は顔を真っ青にしながら原山に言う。原山は訳がわからないといった顔をしていた。消される？お前らにはまだ言ってなかったが、俊樹は石本組組長の息子なんだよ。はん？俺の正体を知った原山は目を丸くする。他の組員たちも驚いていた。じゃあ待ってください、石本組ってあの石本組ですか？そうだよ、俺らの組よりもはるかにでかいあの石本組だ。お前
下手したら石本組の組長に消されるぞ。想像もしていなかった真実を聞かされ、原山はしばらく言葉を失ってしまう。でもどうして石本組の人間がここにいるんですか？実は石本組の組長と話し合って、トシキを一同組に迎えることにしたんだよ。これからは石本組と一同組で手を合わせようって話になってな。待ってください、意味がわからないんですけど、どうしてそんな大事なこと言ってくれなかったんですか？そのことは今日発表しようと思ってたんだよ。今日はトシキを迎え入れるためのパーティーだったんだ。原山は理解が追いついていないといった感じだった。お前らもこいつのことは知らなかったんだよな。そうですね、まさか石本組の息子さんだとは。彼らが俺のことを知らないのも無理はない。少し前まで石本組の組員だった俺だが、その時は表にあまり顔を出すことなく活動をしていた。また石本組の息子が一同組に入るということは、一同組の一部の上層部にしか知らされていなかったらしい。だが原山は腑に落ちない表情をしていた。なんだお前、不満そうな顔してるが何か文句でもあるのか？確かにこの男は石本組の息子かもしれませんが、俺が上司であることには変わりはないですよね。こいつは上司である俺の頭を掴んできたんですよ。普通そんなの許されることじゃないですよね。上司？何言ってるんだ。だってそうじゃないですか、俺はいずれここの若頭になるんですから。さっきのことを思い出したらイライラしてきた。すると原山は組長が見ているというのにもかかわらず俺に殴りかかってきた。だが原山の拳なんて大したことはない。俺はその手をつかみ、彼の拳を簡単にかわした。トシキに殴りかかるとは、お前もいい度胸だな。こいつ、なんでこんなに強いんだ。見るからに俺より弱そうなのに。トシキは一人で30人のヤクザをぶっ倒した伝説も持つやり手の男だぞ。お前みたいな実績もない男が叶うようなやつじゃねえんだよ。一人で30人？でもその相手はしょぼいやつらだったんだろ。お前、龍門組って覚えてるか？半年以上前に潰されたって。その組をぶっ潰したのがトシキなんだよ。組長の言葉に原山だけでなく他の組員たちも目を丸くする。もしかして鬼のヤクザって呼ばれてた？そうだよ。お前じゃあトシキが手を抜いてくれても到底勝てないだろうな。組長がそう言い放つと原山は悔しそうな顔をする。でもどうして石本組の人間がうちに来ることになったんですか？さっきも言ったが、これからは一同組と石本組で協力しようって話になってな。そのためにはトシキのような存在が必要だったんだよ。どうしてですか？わざわざ別の組の人間を呼ぶことはないじゃないですか。うちにはリーダーを任せられるような組員がいないだろう。そこでトシキにうちの若頭を頼むことにしたんだよ。は？若頭？あまりにも衝撃的だったのか、原山は大きな声を上げる。すると原山はすぐに納得のいかない顔をした。どうしてこいつが若頭なんですか？俺が若頭になるんじゃなかったんですか？おい、トシキのことをこいつ呼ばりすんじゃねえよ。トシキはお前の上司になるんだぞ。そんなの納得できません。どうして俺じゃないんですか？そもそも俺はお前を若頭にするなんて約束したか？でも組員の中で一番能力が高いのは明らかに俺ですし、組長だって俺に期待してるって言ってくれたじゃないですか。確かに期待しているとは言った。だがお前に若頭が務まるとは思っていない。組長にはっきりと告げられ、原山はムッとした顔になる。納得がいかねえのは仕方ないが、これは決まったことだ。これからはトシキに生意気な口を聞くんじゃねえぞ。もし今回のような真似をしたら次はただじゃおかねえ。わかったな。組長は鋭い目を向けながら原山に言い放つ。原山も反論はできなかったのか、小さく返事をしていた。その後パーティーでは俺が若頭になることを発表される。その間原山は俺のことを鋭い目で睨みつけていた。
それから数日後、事務所を歩いていると原山から話しかけられる。また文句でも言われるのかと思いきや、そうではなかった。石本さん、先日は無礼な真似をしてしまってすみませんでした。なあ、別に気にしてないから大丈夫だよ。あれ、これからは心を入れ替えますんで、どうかよろしくお願いします。満面の笑みを浮かべながら、原山は俺に頭を下げてくる。それからというもの、原山はまるで人が変わったかのように、俺に敬意を持って接してくるようになった。石本さん、お疲れ様です。なあ、お疲れ様。これから帰りですよね。よかったら車で送りましょうか。いや、大丈夫だ。これから組長と話し合いがあって、まだ帰れそうにないから。そうなんですね。毎日忙しそうですね。まあな。よかったらこれ飲んでください。これは栄養剤か。はい、入ったばかりで疲れると思いますし、これを飲んで少し元気を出してください。悪いね。それから少し経った頃、原山は俺に相談事があると言って話を持ちかけてきた。相談？何か悩みでもあるのか。実は大事な話があって。なんだ？今なら少し時間はあるし、話なら聞くぞ。いや、ここじゃ話せないんです。どこか二人きりの場所で話したくて。明日の午後、指定する場所に来ていただけないですかね。俺はじっと原山の目を見る。どうかしましたか。いや、なんでもない。指定する場所に行けばいいんだな。はい、明日19時にここに来ていただきたいです。そう言って原山は俺に指定先が書かれた紙を渡してくる。わかった。それじゃあ明日ゆっくり話をしよう。ありがとうございます。原山は元気よくお礼を言い、俺に頭を下げてくる。その翌日、俺は指定された場所へと向かった。辺りを見渡しても原山の姿はない。そこは人通りの少ない路地裏で、歩いている人もいなかった。その時、俺は背後から誰かに体を押さえつけられる。まんまと引っかかったな。声の方を見てみると、そこには原山と数人の仲間たちがいた。一緒にいる仲間は一同組の組員ではない。きっと原山が雇った仲間だろう。騙したんだな。あんた若頭のくせにこんな罠に引っかかるなんて頭弱いんじゃねえの。慕ったふりをして俺をはめようとしてたんだな。そうに決まってるだろ。あれはお前が若頭だなんて納得がいかねえ。一同組の若頭は俺がなるって決まってんだ。それで俺のことをどうするつもりなんだ。もちろん消すに決まってるだろ。今日は武器もたくさん用意してるからな。あんたにはちょっと痛い目を見てもらおうと思って。すると原山と他の男たちは武器を持って俺に近づいてくる。俺の方は体を押さえつけられていた状態だったが、男たちを突き飛ばす。原山、本気で俺を消せると思ってるのか。原山を睨みつけながらこう尋ねる。だが原山の方は余裕の笑みを浮かべていた。簡単だよ。こっちは30人以上いるんだ。それも腕っぷしのいい男ばっか用意したから、さすがのあんたでも一人じゃ片付けることはできねえだろ。すると少し離れた場所から男たちがゾロゾロと出てくる。こいつらは金で雇ったのか。まあね、あんたを消すために入念に準備してたんだぜ。そうか。でも残念だったな。は？お前の計画は失敗だ。俺がそう告げた瞬間、俺の背後からある人物らがやってくる。原山は彼らの姿を見て一気に青ざめていた。どうして組長が、しかもあなたは石本組の。俺の背後にいたのは一同組の組長と俺の父、そして一同組の幹部らもいた。どうして。お前が俺を消そうとしてることなんか前々から気づいてたんだよ。は？俺に慕ったふりをしてはめようとしたみてえだが残念だったな。そんな簡単な罠に引っかかるほど俺はバカじゃねえんだよ。原山が俺を慕っていないことは最初から見抜いていた。
きっと原山は俺をはめようとしているに違いない。そう思った俺は原山に呼び出されたことを父に報告。すると父は原山のことを一同組組長にも報告してくれた。そこで俺が一人で行くふりをして父たちにもついてきてもらっていたのだ。俺が一通りの説明をすると原山は愕然とする。なんだよ、はめられたのは俺の方ってことかよ。すると一同組の組長と父はゆっくりと原山の方へと近づいていく。二人に睨まれている原山はひどく怯えていた。トシキを消そうとするとは許せねえな。トシキはな、俺が尊敬する人の息子なんだぞ。すみません、でもどうしても納得がいかなかったんですよ。うるせえな、誰もてめえの意見なんか聞いてねえんだよ。組長はひどく怒っている。原山も言い返しはしていたものの目はかなり怯えていた。てめえのような裏切り者はうちの組にはいらねえ。今日限りで去れ。そんな今まで組のために尽くしてきたじゃないですか。それに俺がいなくなったら一同組は。お前一人いなくなったところで何も変わりはしねえよ。むしろ裏切り者はいなくなってくれた方がいい。待ってください、俺はこれからもこの道で生きていきたいんです。原山は必死に訴えかける。するとここで父が口を開いた。そんなにヤクザでいたいのか。当たり前じゃないですか。俺は昔からずっとこの世界に憧れてたんです。この世界に入るのも一苦労だったのに。そうか、そこまでヤクザでいたいんだったらうちの組に来るか。思わぬ提案に俺も驚く。は？本気で言ってるのか？ああ本気だよ。そんなにヤクザでいたいんだったらうちに来い。いいんですか？どうだ、うちに来るか。父が下を向いたままそう問いかけると、原山は深々と父に頭を下げる。どうかお願いします。これからは石本組の一員として働かせてもらいます。それは助かるよ。じゃあ今日から永久に下っ端こき使いとして働いてくれ。雑務は全部お前に任せるから。父の言葉に原山は唖然とする。どうしたんだ、石本組の組員になれて嬉しくないのか。お前ずっとヤクザとして生きてきたかったんだろう。こんなの話が違うじゃないですか。俺は普通の組員として働きたいんです。バカ言うな。息子を消そうとした男、俺が普通に雇うとでも思ったのか。甘いんだよ。だったら石本組に行くのはやめます。下っ端として働くなんて嫌ですよ。さっき俺に働かせてもらいますって言ったばっかだよな。自分の言葉には責任を持ってもらわなきゃ困るんだけど。でもこんなのデマじゃねえ。とにかくお前は今日からこき使い担当だ。これから頼んだぞ。原山の顔には絶望しか映っていなかった。その後、原山は父とその幹部らによって連れて行かれる。それから一週間後、父と話す機会があって原山の話題になった。原山は元気にやってる？まあ頑張ってはいるみてえだが、あいつは根性が足りねえよ。早く来いって言ってるのに10分遅刻するし、掃除をしろって言ってもまともにできねえしな。まったく、今まで何をやってたんだか。父は大きなため息をつく。今まで原山は面倒な仕事は全て自分の部下に任せっきりにしていたのだろう。基本的なこともできておらず、父も呆れ返っているようだ。原山は組員や組長の送り迎え、飲み会の手配や準備、さらには石本組が経営する店の就労をやらされているらしい。朝も4時に叩き起こされ、父や幹部に休んでもいいと言われるまで眠ることを許されないので、かなり疲れが溜まっているようだ。だがこの数日後、原山は石本組から逃亡した。その後、一同組と石本組は手分けして原山を探すことに。お前、ここにいたのか。逃亡して2日後、原山は飲み屋で飲んでいるところを発見される。どうして俺らから逃げられると思ったのか。お前の居場所なんか調べればすぐにわかるんだよ。父は
原山を睨みつけながら言う。お前、石本組の金を持って行ったろ。そんな、金なんか持ってってませんよ。お前が金庫から金を抜き取ってく様子は、監視カメラにもしっかり映ってるんだが。監視カメラなんかあったんですか？そんなのなかったはず。そう言うってことは、やっぱ盗んだんだな。え？証拠が残ってるっていうのは嘘だったんですか？こっちが質問してんだよ。質問に質問で返すんじゃねえ。父に怒鳴られた原山は今にも泣きそうだ。すると原山は床に頭をつけて土下座をしてきた。すみません、金を盗んだのは事実です。こんなことしてただで済むと思ってんのか。すみません、すぐに戻ってこれからも石本組で働きます。どうか今回は多めに見ていただけないでしょうか。悪いが、もう俺らの組でも面倒は見きれねえ。じゃあ組を辞めさせてくれるんですか？何言ってんだ、俺はただじゃ済まねえって言ったよな。何をさせるつもりなんですか？まさか命を。そんなことはしねえ。すると原山は安心したような表情をする。何安心してんだ、お前にはこれまでよりきついお仕置きが待ってるんだぞ。え？明日から船に乗れ。船ってまさか。みんな大好きカニ漁船だよ。寒い海の上でカニを取ってこい。え、それっていつまでですか？永遠だよ。父はニヤッと悪い笑みを浮かべながら言う。待ってください、永遠なんてあんまりですよ。それに下手したら命を落とすかもしれないですし。そんなの知ったこっちゃねえよ、お前の自業自得だろうが。とにかく明日から行ってもらう。組を裏切った罰はでかいんだよ。そんな。ついに原山は泣き始める。その後原山は何度も父に許しを求めたが、話すら聞いてもらえず、翌日には現場に向かうことに。これから原山には地獄のような毎日が待ち受けていることだろう。それからしばらく経ったある日、俺と父、一同組の組長で飲みに連れ出された。そこで原山の話題になる。あいつ船に乗ってすぐに怪我しちまったらしい。でも向こうの奴らは厳しい人間ばっかだから、それでも酷使されてるみてえだ。てく、どこに行っても使い物にならねえ男で困ったもんだな。わ、もううちの組員じゃねえし、どうでもいいけどな。そうだな、保険もかけておいたし、万が一あいつが使い物にならなくなってもこっちが損することはねえ。まあ、あいつにはもう少し頑張ってほしいところだが。原山は一同組の組員たちからもあまりよく思われていなかったらしい。そのため彼がいなくなって悲しんでいる人は一人もおらず、みんな喜んでいた。原山がいなくなってから一同組と石本組は力を合わせて勢力を拡大していくように。組長同士の仲もさらに深まっているようだ。これからも石本組にはたくさん世話になると思うが、よろしく頼むよ。ああ、あんたみたいな信頼できる仲間ができて嬉しいよ。それは俺も一緒さ。なんせ俺は組長さんのことをずっと尊敬してたからな。こうやって一緒に酒を飲めるのも幸せだ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。二人は笑顔で言葉を交わしている。そんな二人のことを俺も笑顔で見つめる。一同組の組長が席を立ち、父と二人きりになると、父は俺の目を見てこんなことを言ってきた。お前も立派になったよな。いきなりどうしたんだよ。親父が俺を褒めるなんて珍しいな。たまには褒めてやろうと思ってな。いつも説教してばっかだとお前も悲しくて泣いちゃうだろ。別に泣かねえよ。父は冗談っぽく笑った後、俺の目をまっすぐ見てこう言ってきた。お前は一同組の組員になったが、俺の息子であることに変わりはねえ。俺は何があってもお前のことを見捨てたりはしねえから安心しろよな。ありがとう。俺も親父に何かあったら飛んで駆けつけるよ。安心しろ、俺は何かあっても一人で処理できちまうから。そう言って父は歯を見せて笑う。俺も一緒になって笑った。一同組に入ってきたばかりの時は他の組員たちと馴染めるか正直不安だったが、嬉しいことに
彼らは俺のことを慕ってくれている。これからは一同組の若頭として全力を注いでいきたい。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。